ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。無人島生活3日目、取れたのは全長 150cm、 およそ 60kg の小型のサメ。もっと大きなサメも狙いつつ、まずは後々調理しやすいように1時間半かけ丁寧に解体。ご覧の6個のブロックに切り分けた。これで様々な料理を作り出し、サメ丸ごと1匹をたった1人5日間かけて完食。さらにサメに見立てた 50kg の寒天ゼリーを作り、こちらは3日間かけて食べきった。そして手作りです。サメ側のわさびおろしでわさびを堪能するために、なんと真夜中食材調達へと海に向かった。行きます。森で一月。ウェットスーツに着替え、寮へと向かうのだが、実は水中を撮影するカメラマンは3日前にもうすでに無人島を脱出し、奄美大島に立ち寄った後、ご自宅に帰宅。疲労困憊の撮影スタッフもナス D の意向でその間は休憩、仮眠を取ることに。つまりせっかく夜中に寮へと出たのだが、誰も撮影はしておらず、出発して数時間後、一人フラフラで拠点へと帰ってきた。十分かなと思います。料理しましょう。魚さばいて、あ、その前にちょっとおしゃれしよう。サメの帽子。恐ろしいことでこのついた。ここ全然わさびおろしになってる。サッカーボールをうまく利用してサメの帽子を作ってました。これで局内歩いたら誰も文句言ってこないですからね。相当偉い人も何も言わないと思いますよ。触れちゃいけない人になるんで。これね、剥製にしたかったんですよ本当は。魚の剥製ってたまにあるじゃないですか。旅館とかに飾ってる魚の剥製とかは、魚取ったら中身は外すんですよ。身と骨は外して捨てちゃって、皮だけを乾かすんですよ。でその魚の同じ形を作って皮をくっつけていくっていう、それが魚の剥製なんですよね。今その状態です。もう完全に皮だけです。もうボールから取れなくなっちゃった。こういうボールになっちゃった。使えない。本当はここウレタンで作るんですよ。このボールがウレタンの部分なんですよね。皮を張って形を作ると。本当はこれちょっと考えたのは、魚の剥製界のカリスマ、愛知県の谷正人先生っていう先生がいるんですけど、この皮持って帰って谷正人先生に剥製作って記念で置いとこうかと思ったんですけど、もう作っちゃいました。歯もついてるんですよ。パーフェクト。すごいでしょ、はい、こんな被ってるやついないでしょ。です、うん、全部余すことなく使いますから。ボールを取り、サメの帽子が完成。これで取ったサメ全てを使い切った。しかし、くっそ。面白いでしょ。中から見るとこういうことなんです。サメってこういう面としても使います。怖っ。でもかっこいいな。こんにちは、どうも。すごい。で、本当は帽子なんです。おー、いた。危な、これ歯が内側に向かってるんで。やっぱどうしてもおしゃれにしたいんで、これ去年使った付属の。くっそ。一応サメの帽子です。こんなの作ってました。やばそうでしょ。どうですか、強そうですか。かっこいいです。よし、じゃあマズラハからいきましょう。ムズラギは口取ります。ここまず最初に続いてここ、さら今度はここの皮をビリビリビッ、皮剥ぎっていうぐらいですから皮剥げるんですよ。おっと、ポーン。ほら、皮剥ぎましたね。簡単に。これ作れんな、帽子。こういう状態です。ブリブリなんですよ、身が。薄皮がついてるんですよね。さっき剥いだ皮の中にまたもう一つ薄皮がついて、骨があるんですよ。骨の脇を沿って、ちょっと他の魚と違う切り方しなきゃいけないんですよ。今度は脇から包丁入れて、薄皮についたら薄皮からスッて引っ込んで、いいです。綺麗でしょ。綺麗です。
このスカート、オメガの。さっき。全部刺身にしますか。黒鯛。ちなみにこの状態、丸って言います。丸まんま残っているんで丸。旗。これ、ドレスって言います。パカッと開くと、内臓とエラを落とした状態。ドレスみたいに見えますよね。この状態はドレス。これは丸。丸をドレスにしていってます。内臓落とします。まあ、刺身なんで鱗取らなくていいですけどね。とりあえず行きますか。はい、鱗取らなくて行きましょうかって言ったら、入ってもすごい食い気味に、いつもより全然違う食い気味の答えが返ってきたんで、鱗ちゃんと取って、いびきにしてあげよう。ハマの部分ですね。これも後で粗汁にします。時刻は深夜の3時過ぎ。この調理、一体何時までかかるのか。全然捨てないんでね。すごい匂いしますね。俺の頭ですか。そうです。失礼。寿司にするんで聞く身をしたいんですよ。やる前はね、パパッと終わるかなといつも思ってるんですよ。やり始めた時に絶望的な気分になるじゃないですか。今なってるんですよ。これ結構かかるぞって。でも情けないんです、うん、それでもちょっと残るんですよ。そこを落とす作業なんですよ、このピンセット。取った魚をさばいて寿司ネタを作るため、まずは柵を作っていくが、結構取ってきちゃったため、とにかく柵を作ろう。これいっちゃったらな、ちょっと一回刺身包丁でいってみようか。本当に臭くなるか嫌なんだ。もう自分の一番のお気に入りなんで切れるんですけど、もう使いたくないんですよ、ロケで。刺身包丁なんでこういう工程で使いたくないんですよ。汚しちゃうから。これ手間はかかるが、この時期のお魚は脂乗ってんな。もうちょっといっちゃいましょう。ワイナイン。まっすぐ入れるんですよ。3枚におろし、皮を引いたら丁寧に骨抜きを行う。一台行くか。サメかぶってるもんね、強いですよ。粗汁の量がどんどん増えてる。こちらの一台、これ高級ですよね。そうっす。すごいな、綺麗ですね。お次は肩行こう。こいつはうまい。こうやってさばいてると終わるなっていう喜びと、ちょっと寂しさもやっぱ出てきますね。油で持てないよ。油がたっぷりと乗った高級ハタを柵にし、お次の魚も丁寧に柵を作る。すごい。取ってきたお魚は皮も決して無駄にはしない。すごい。なんで大量になっちゃうんだろう、いつも。あら汁もだってもう多すぎるでしょ。あ、気づいたら、あら、なんか店ぐらいの量になってしまっている。無言で黙々と切ってる。ハラミも美味しいんでね、使いますか。この時期、特に油の乗っているハラミ。ダメなんですよ。縁側、もう魚屋でもやるつもりかな、これ。古くから生魚を食べるっていう文化は日本にはあったんですよ。紀元前何年とかにアラスカ大陸と日本って分かれたんですよ、大陸が。で、日本はその後魚の生食文化って続いたんですよ。もともと祖先はアラスカの人と日本人って同じ祖先なんですよね。だけど今現代になってアラスカには刺身があるんですよ、寿司もあるんですよ。要は全く別々で、随分前に分かれた人種が別々のところで育っても結局刺身は食べてる。昔祖先が一緒だったから、同じように別々の場所で同じような食文化になっていったっていう。面白いですよね。で、醤油がなかった鎌倉時代は生魚を細かく刻んで酢につけたもの、わさび酢とか生姜酢で和えて食べる生酢っていう食べ物があったんですよ。そもそも室町時代に醤油が登場して、当時醤油が高級品であったため、偉い人しか食べれなかったんですよ。醤油の生産が飛躍的に進歩した江戸時代から、庶民が刺身を食べられるようになって、刺身屋っていう店があったぐらい大人気なんですよ。刺身専門の店、お皿を持って刺身屋に行って、刺身を盛り合わせてもらって持参して帰る、テイクアウトだったんですよ。それまでは刺身は匂いが移るっていうので一皿に盛り付けるってスタイルだったんですけど、刺身屋ができて、皿持って刺身屋に行って
この魚、この魚、この魚くれっていうところから刺身盛りっていう文化ができたんですよね。さらに旨味知識1個入れましょう。もともと刺身って切り身って言われてたって知ってました？刺身っていうのは江戸時代までは切り身って言われてたんですよね。どうして刺身になったかっていうと、武家社会で切るっていうのは不吉って言われてたんですよね。切腹とかっていう意味を持っちゃうんで、だから縁起が悪いっていうので刺身っていう名称に変わったんです。で、関西では刺すっていうのが切るっていう意味を含んじゃうんでお造りになったんです。魚は刺身で食べた方が本当はいいんですよ。で、魚には DHA って呼ばれるロコサヘキサエン酸が含まれているんで、血中のコレステロール値を下げる働きがあるんですよ。痩せる働きがあるんですよ、まあ、ぶっちゃけで言うと。で、そのドコサヘキサエン酸は加熱すると失われてしまうんですよ。だから生魚で食べた方がドコサヘキサエン酸を得ることができるんです。だから刺身の方がいい。魚は大根の妻ってあるじゃないですか。あれなんで妻って言われると思います？夫婦で妻って呼ぶじゃないですか、奥さんのこと。だから刺身に添い遂げるものとして妻って呼ばれている説と、お刺身の盛り合わせの時に端っこにあるじゃないですか、端っこっていう感じで妻っていう2説あるんです。殺菌作用があるんですよね。わさびもそうですけど、大根一緒に食べることによって、昔はほら魚を保存する文化がなかったんで、大根を食べることで刺身で食当たりをしないっていうことで、なかなか食当たりがしない、食当たりがない、当たりがないってことで、役者でなかなか当たり役がないっていうのとかけて大根役者って言葉が生まれたんです。アラだけでこんだけあります。刺身見てください、ほら、ね、すごいでしょ。アラ汁ちゃんと作りたいんで塩振ります。ちょっと多めに塩振ってください。臭みを取りたいんで、やっぱアラは内臓とか顔の部分とか血合いの部分含んでるんで、臭み取るのが命ですよ。味は絶対的に美味しい場所なんで、全部頭だったり骨だったり脂乗ってる場所が多いんですよね、カマとか。だからラジル作るときはちょっとあまりサボらずに、内臓とかそういった場所には強めに振りましょう。もうすでにそもそもで僕がサメの頭かぶってる時点で臭いんで、自分が画面では伝わらないですけどね、僕からすごい匂いがしてる。ラジルはこれ命、下処理命です。刺身と寿司を、ちょっと皆さん申し訳ないんでね、自分なんで笑ったんですか、笑うとこですか、何が良かったんですか、何が良かったか教えてもらえば、もう同じようなこと言うんで火切った場が和むためにね、この量あるからな、速攻終わると思ったら全然終わらない。アホやから取りすぎとるんですよ。なんかロボみたいですね。あれがなくなるまで綺麗に切るぞ、どうする。まだまだある。一匹で良かったの？そうなんですよ、一匹だけでいいんですよ、メジの一匹だから。何ちゅう量取ってきてるの、自分で嫌になりますもん。ちっちゃい頃自分で自分が一番嫌な時あります。なんでこうなんねやろ自分だけって。今度マグロのあれしません、取ってから大まで。ほら誰もやりましょうって長い寿司の酢飯が残ってるじゃないですか、4合炊いたんで、それがなくなるまで握るんでしょうね。僕はもう想像できる、握ってるアホみたいな顔して明け方まで握っている自分が。2時間ぐらいはできますよ、本気で思ってたんですよ。全然できない。この状態で生きてるってどういうことやろ。一応刺身できました。すごい量なんですよ。で、一番の驚きってこっちなんですよ。デカめのボール一杯にあら汁のこれできちゃったんですよ。これ何やってんだ。わさびも多いし全部多いな。サメとかのジンベエザメとか水族館のデカめの海洋生物にあげる餌の量ですもん。一人で行こうとしてるんですよ、サメかぶったやつが。ちょっと卵焼き作っちゃおうもん。もはやサメとは一切関係ないが、卵を割るのは平らなところで割った方が割りやすいです。だから殻が入りづらいです。角で割っちゃうと殻が入るんで、まっすぐなところで割りましょう。平らなところで割った方が割った時に殻が入りづらいです。出汁入れます。出汁が入ったジューシーな卵焼きをどうしても作りたいんで、1個の卵に対して15以上は固まらないんで90ぐらい。出汁小さじ2ぐらい、ちょいちょっと入れます。3個の卵に対して小さじ1なんですけど、ちょっと多めに入れます。砂糖は多めに、甘く
味付けしますから。でここでポイント、片栗粉入れると固まりやすくなる。で小さじ2入れます。混ぜていきます。そんなにねめちゃくちゃ混ぜる必要はないです。混ぜすぎると卵液が固執しなくて卵が固まりづらいので滑らかになるぐらいの感じです。混ぜすぎなくて大丈夫です。卵液は見た目の目安としては白身の塊が残る程度、中火ぐらいですね。うん、強くなくてもそこからちょっと多めに塗ります。全体的にヘリにも塗ってみましょう。お玉一杯分ぐらい切り返します。最初は軽く巻く感じで、卵が半熟のうちに一気に畳んでいくこと、これがもう一番のポイントです。 3,4 回巻きたいと思います。また油を熱しすぎるためなので滑らせます。やっぱりさっきと同じぐらいの半熟になったらまた繰り返します。形は後からでも整えることができるので気にしなくて大丈夫です。油を切ります。火から離してあんまり高温なんのをつけて滑らせます。油を引いたらまた卵液を入れ手早く大きい泡潰します。下に引いてやる。3回この作業を丁寧に繰り返していく。やらせた火の中心を奥に行くの、ここに当てないで奥に、もう半熟くらいで返しちゃっていいです。ちょっと焦げつくくらい焼きます。切った時の断面がすごい綺麗になるんで焦げ目がついて渦巻き状になるんで、卵は 5,6 回に分けて丁寧に焼いていくのがベスト。ラスト卵を最後まで巻き終えたら押さえて四角く仕上げたいんで、まな板を使いひっくり返し再びフライパンへ。板で成形するんですよ。整えながらひっくり返していく。これすごい簡単なんで誰でも、子供もやってみてもらいたいです。ガッタガタやってますけど大したことやってないですからね。はい、できました。はい、完成です。どうでしょう、だし巻き巻き巣で最後巻いて綺麗に成形して終わりなんですけど、切ってみましょうか。ふわっとします。だし巻きなんで巻いてる感じですね。本当は冷やしてから切った方が綺麗に切れるんですけど、ちょっと今時間がないんで切ります。こんな感じです。なんちゃってお寿司屋さんのだし巻き玉6個使ってゆっくりやると綺麗にできるんで誰でも。焼きたてのだし巻き卵って実は食べたことないでしょ。あったかい出来たてのだし巻き卵本当にすごい美味しいんで家でやってみてほしいです。で水分ちょっと多いんで巻きづらかったら片栗粉をちょっとだけ入れる。で途中結構焼いたんで焦げがある方がこのくるくるって渦が巻いているように見える。これ寿司のネタにしますから、もうサメ一切関係ないです。なんかわさびも関係ないです。ただうまいです。ちょっとこれだけ食べてみようか。いただきます。お味は、うん、まあ美味しい。はい、殿堂入りこれこれで寿司に入れたら最高美味しい。お湯が沸騰してきましたんで先にあらずりやりましょう。塩につけておいたあら、これをお湯の中に入れていきます。これ霜降りっていう作業です。これもバーって入れます。臭みを取ります。塩につけておいたあら、本当は熱湯に30秒ぐらいでいいです。もういいと思うんで今度は真水で綺麗に血合いとかを取っていきます。ここ丁寧にやった方がいいです。洗った後全部鍋に。続いて水を入れます。おろし生姜が残ってるんで全部入れます。使い切ります。で続いて料理酒、これもほんと一回しでいいんですけど全部使います、もったいないんで。そしたら火にかけます。強火でガンガンいきましょう。あら汁はもう生姜と酒一回し入れたらもうずっと炊いていきますから。で時間を無駄にしないんですよ。下の部分の皮を取った軟骨です。おしゃれなペンダントつけます。でも気づかないですよ、こんなおしゃれなペンダントして、これがまさかサメの舌って。ちょっと煮てる間にできました。サメの舌の初心者マークのペンなんだ。よし、アク出てきた。すごい油がね浮いてきましたね。取れたて魚のあら汁、うわあ美味しい。えげつい出汁出てる。出汁は出たんで切り身を入れてその後味付けします。もう刺身でも食べれるものなんで最後に加えて油がもっとグッと出てくる。本当は大根とか人参入れると美味しいんですけど、今回はもう魚の出汁だけで、いろんな魚のあら汁。魚に火が通ったところで味噌溶かしながら味見て味付けしていきます。去年のアジア胡椒鯛の海水煮とまた違った本当の霜降りをすごいちゃんとしたんで臭みが一切ないんですよ。料亭の味みたいな。
いろんな魚の出汁が入ったラジム完成です。わさびおろしやりましょう。まずわさびはこの茎、これついてますよね。取りましょう。御殿場の一番いいわさびです。あ、やっぱもう全然うまくない。ツルツルになっちゃった。ここがなできるんですよ。ここだけできるんですよ。これ肉用って言ったやつなんで、こっちでいこう。魚用のわさびおろしは全然おろせてない。そうでしょ。あれツルツルになってる蹂躙がおろせないです。ここだけいける。でもすごいかかっちゃう。これじゃちょっとだけできてる。ちょっとやってみよう。辛っ。おいしい。あ、できてきた。でも今これかかるわ。今これで吸っていくしかないな。すごい匂いがする。辛い。うわーすごい、ツーンと辛み成分がすごい出てる。ちょっと頭でやってみるか。もう本当はしたくないけど、帽子でわさび吸ったらこの帽子もダメにしちゃう。やってみると大して変わんないんですよ。汚くしちゃう帽子が。お気に入りの。やめようこれ。ちょっと頑張ってやってみよう。サメ皮おろしで作ったわさびを食べるために魚取り入ってあら汁作ったんです。料理してで酢飯用意して、全部台無しなんです。こうすれなきゃ。ここはやらしいやつです。すみません、言っちゃいけないんですけど、今ほとんど力だけで作ってますからね。これ多分このまな板でもすれると思う。この力入れてます。うわースーンってする。これもう全く使えないです。もう使えるとしたら卓球のラケットにしよう。さあチョレイって言って。こんな豆知識も。寿司にわさびを添えるようになったのは江戸時代。考案したのは両国にあった寿司屋の花屋与兵衛っていう寿司屋が初めて小肌にわさびおろしを挟んで寿司として出したんですよね。小肌握りが大ヒットしたんです。これが握り寿司の原点って言われてるんです。でもこれが天保の改革の時に贅沢品ってみなされて、握り寿司を食べると牢獄入れられたんですよ。贅沢しちゃいけないっつって。そんな歴史があるんですよ。日本食ブームってのが世界で起こった時あったんです。ニューヨーカーが寿司食べるとか、あの時にわさびって世界に広がったんですよ。オランダではチーズにわさびを合わせたパジェロンわさびなるものがあるんですよ。真緑のチーズで、わさびの効能は食欲増進、防菌、防カビ、抗菌作用があるんですよね。防作用があるわさびを置いとくと腐らないんですよ。ちなみにこのわさびは取ってきてすぐ食べても辛みは感じないです。吸って細胞を壊してわさびの辛みを出す。なるべく細かくすると辛み成分がより出て美味しいんで、サメ肌っていうのは目が細かいんで、やっぱりサメ肌のわさびおろしてこうやっておろすのがわさびが一番美味しくなると言われてます。だいぶ擦れてきた。ちょっとだけ蹂躙残ってるんですよ。そこのポイントで必死にわさびを吸って成功したように見せるために何事もないのに、そんなにわさび使うのかっていう疑問があって、パッと見たらすごい量あるんで多分使うんですよ。何にも考えずする。何にも考えず。よし、ずんだ餅みたいになってる。これが今釣ったの御殿場さんの一番最高級のわさびです。わさびおろしで釣ったから、でもすごい細かいですね。繊維切ってみよう。鬼みたいな終わらしてやる。あ、でも全然釣った感じがほら違いますよ。ちょっと水っぽいです、こっちの方が。いや、もう本気でツルツルになってきちゃった。ここ、ね、わかります。ないんですよ、蹂躙が。一回で終わったサメ皮なし。これ使います。どれ、ちょっと待ってください。これどうしようかな。めっちゃ擦れそうですけど、ちょっとだけやりましょうか。ちょっとだけやってみましょう。これもうツルツルなんてきちゃったの、表面が。ちょっと比較っていうことで。うわ早っ。ガリガリガリって進む。これはそもそもね、わさびおろしじゃないもんね。大根のせやつだから全然違うもんですよ。味違うんですか。はい、ちょっと全然違う。まろやか、こっちの方が。で、うまみが全然違う。こっちははっきり水っぽくて辛いだけでうまみがないんですけど、サメ側でおろしたわさびはうまみがすごいあります。全然違う。明らかにでも美味しいですね。バリア多分わさびおろし作るにしてもサメ側のこの辺りっていうのがあるんですよ。
適当にこうやって取っちゃうとこうやって外れちゃうんですよね。正直もう擦れないですね。根性で何とかなるやつじゃないですか。下敷きでずっと擦ってるんですよ。下敷きぐらいズルズルしてます。これがやっぱさっき金で下ろしたやつ。こっちがサメかな。すごいこう粘り気があるんですよ。で食べても深みがあるんです味に。こんなでかいのにこんだけしちゃってこんだけ余ってる。持って帰ってやりましょう。表札にしよう。私もでこっちは卓球のラケットに使う。でもうサメかおろし顔変えて築地で握りましょう。最初に手図作ります。手図っていうのを押すと水を大体半々。これ抗菌作用ありますので必ず雑菌が入らないように用意します。これちょっとつけます。これどういう意味があるかっていうと酢って表面の体温を下げる意味も持ってるんで、通常は手自体が34度から36度ぐらいあるんですけど、手の表面の温度がそれを30度ぐらいまで下げる。酢飯が手にくっつかないんですね。ネタここに置きます。わさびを塗ります。こうシャリを取ります。だいたい 15g から 18g ぐらい軽く握ってこう置きます。一回いきましょう。かっこいいですね。本当ですか。酢飯に適度の酸素が入って口に入れた時にほどけるような感じがいい寿司なんですよ。なんでこんなにいいのかな。そうなんです。自分でも謎に感じてきちゃって。余ってるからじゃないですかね、食材が、米が。何のネタかももうすでにわからない。時刻はお昼の11時。撮影スタッフも一貫一貫心を込めて、こらこらまた寝てるぞ、同じ光景を見たぞ去年。寝てるぞ、一貫ごと寝てるぞ。いつか終わりは来るね。どうでしょう。なんすかその元気のなさ。寿司の起源っていうのは紀元前4世紀ぐらいに東南アジアの山間民族が魚のお腹の中に米を入れて発酵させたものが起源って言われてます。その技術が奈良時代に稲作の伝来とともに中国から伝わったとされています。その頃は甘酢で味付けしたご飯に鮎や船などの川魚を乗せて寝かせた慣れ寿司が保存食として食べられていました。寿司ってどうやって名前が付いたか知ってます？寺さん。寿司、うん、寿司、酢飯から来てるんですよ。酢飯の目が抜けて寿司になったんですよ。永遠に言ってるな。恐ろしいですね。だし巻き卵の握り寿司。だいぶ米も減ってきた。112、3袋。本当？まだまだですよ、自分なんて。自分なんてまだまだ修行の身なんで、まだ人前に出せるようなものは握れないです。尊敬する寿司職人とか。もう完全に付け橋二郎さん、二郎さんです。二郎さんやっぱ最強ですね。行ったことないですけど店。行けないんですけど高くて。DVD 見てすごい感銘受けちゃって、あのお父さんと息子さんいいなと思っちゃう。ああいう卵焼き焼くのに10年かかったってすごい。一生懸命になれるってすごいいいことですよね。じゃあ10年間本当必死に何か向き合える人っていんのかっていう。素晴らしいですよ。それでミシュランも見過ごしちゃって、寿司のネタに米がピタッてくっつく瞬間がたまにある。二郎の話してたら寿司がすごいうまく似てる。ネタじゃなくて本気で尊敬して好きです。築屋橋二郎の二郎さんはお客さんが来たらお客さんの前にちゃんと立つんですけど、二郎の味を食べに来てるってことで、その時お客さんの一口目必ず見てるんですよ。左利きか右利きか見てて、左利きだったら食べやすいように右で出す、右利きだったら左で出すって決めるんです。一口目見てその人がどういう人か見て、その人に合わせた寿司の出し方作り方をする。もうなんか満腹そうだなと思ったら減らすらしいんですよ、シャリの量で。シャリが少なめっていうのもただただシャリを少なくちっちゃく出すんじゃなくて、パッと見分かんないようにしてるんですよ。ちょっと僕は絶対できない技なんですけど、やってみましょうか。あ、この人お腹いっぱいだなと思ったら、僕はできないですよ。米をちょっとちっちゃめに取って、この時に指こうやってここ空洞作るんですよ。だ見た目は大きいんですよ。食べた感だけ出す。ちょっとできちゃった今。二郎の話しながらやったらその空洞きれいにできちゃった今。ミシュランの人がシンプルにしてここまで奥深いって大絶賛した。昔ちっちゃい頃寿司職人ってなんかなんで寿司職人になるんだろうなと思ったんですよ。ネタ勝負やんって。
でも素人が握る寿司とプロが握る寿司って全然違う味。同じネタで同じシャリで握っても全く違う。子供とは申し訳ないことを考えたなと思ったんですよ。寿司は全然違う、奥深い。それでて芸術的で繊細で、そして大胆で自由で、発想が常に攻めてて、シンプルの中に全ての技術が入っている。それが寿司。お寿司今ではね人気のトロですけども、江戸っ子たちの間ではトロは脂っぽすぎるから人気がなかったんですよ。各家庭でマグロは漬けとして食べれたんですね。保存する冷蔵庫とかがなかったんで、脂っぽいも慣れてなかったから、トロっていうのは美味しくない魚とされてたんです。だから高級魚では当時はなかったんです、マグロっていうのは。江戸時代は捨てられたり美味しくないって言われた魚だったんですよ。今握り寿司が2貫で出てくるのは、もともと江戸時代おにぎりみたいなシャリの上にもっと大きい 2,3 倍の大きさのネタを乗せて出してたらしいです、当時の寿司っていうのは。それを 2,3 等分に包丁で切って食べてたらしいですよ。だから当時の名残で未だに寿司ってのは2貫がワンセットになってるじゃないですか。1貫じゃないっていう。握り寿司が広まったきっかけっていうのは1923年の関東大震災で被災した寿司職人、東京の寿司職人が故郷に帰って日本中に握り寿司が広まったって言われてます。そうっすか。真っ白やなと思ったんですけど。こらこら寝ておるぞい。そうやって寝るからこっちの評判が悪くなる。ディレクターかわいそう。一人歩くブラック企業があんなことして死んだらどうするとか考える。そんなこと言うやついるんですか。いえあなたのせいです。あなたがすごい寝るから。寺島さん正直言ってきますよ、初日から寝てますから。サメ寿司っていう寿司屋なんですよ。サメのネタはないんですよ。でもサメの帽子かぶった店主が寿司を握るんですよ。今やもう握ってどこに置くかだけを考えて握って置く場所がなくなってきている。このくらいの寿司だったら食ったことあるの。一人で上京したての時に一人で寿司屋行って回転寿司の食べ放題の店で120回まで食べたの。一人でだいぶなくなってきた。こんな握れるもんなんですね。回転寿司のベルトコンベアって右回り左回りどっちだと思います？右利きが多いから右手で取りやすいように右回りが多いらしいです。あれと似た空気を感じてるように寒天の時とこだわってずっと作って食べること考えてない。作るの大好きやから、こっちに増設しようかな。握りに握りまくり。もうじき終わるな。最後まで気を抜かず、今回取った全ての食材たちに感謝を込め、一貫一貫丁寧に握る。夜の海に漁に出発してからちょうど12時間後、もう米ないの。一貫でいけるか。ラスト一貫。最後の一貫めちゃちっちゃくなっちゃった。ラス1、これで終わりです、寿司で、刺身をちょっと盛り付けようかしら。ちょっと待ちましょう。手伝ってもらってもいいんじゃないですかね、これぐらいは。こんなもんで。さあ、できました寿司。何貫か分かんないですけど、結構酢飯が残ってたんで全部作ったのと、残った身はそのままお刺身でいただきます。で、これがサメ皮で吸ったわさびで、こっちにあら汁ちょっと火通します。あら汁最強に美味しいと思います。ただもうサメ一切あら汁に関しては関係がないです。とにかく疲れた。ボロボロですわ。もうこうやって見るともうすごい量ですね、意外と。もちろん延長料金も大変なことに。ちょっと最後に一つ言い忘れてたんで、はい、どうしても言いたいことがあるんですけど、はい、二郎さんがフューチャーされてるんですよ、それね。で、長男の方がずっとお父さんの見習いみたいな感じで、弟子みたいな感じでずっといるんですよね、店に。でたまにお父さんが体調悪かったりお休みの時に息子さんが板前やるんですよ。その時お客さんに、すいません今日親父休みなんで握らせてもらいますって申し訳ないなと思いながら言うらしいんですよ。
お父さんの味を食べに来てるのに息子さんが握る時はたまにあって謝るらしいんですよっていう話なんですよ。ただ最後にミシュラン初めて取った年、その時ミシュランの調査員が来た時、厨房に立ってたのは本当は息子さんなんですよ。10年間卵焼きを焼き続けていた息子さんが三つ星だったんですよ。あんまり知られてない事実なんですけど。さあ果たしてナス D はこの量のお寿司を一人で一体どのくらいの時間で食べきるのか。よし、いただきます。アニメを撮ること、アニメを編の、はい、ありがとうございます。イメージなかったんですけどこんな感じがいいなと思って。あのサイドカーに乗っている男が旅をしていて、この定食屋に行き着く。ここでサイドカーの男とヒロインが出会って、ここで最後のエンディング、ほぼここにしました。広げ穴でした。よかったです。主人公がサイドカーが決まりました。エイクの初サイドカーマンの絵コンテです。うわ、尺も全部入れてます。あの台本がようやく絵コンテになりました。うわ、ドルーっていう悪の、はい、組織と戦うんですよ。はい、人間が勝つか、はい、それとも人造人間が勝つかって話なんですけど、でもその人造人間の方にもちゃんと言い分があるっていうのがちょっと他の話と違うところです、うん、完全に悪じゃない。 A パートから G パートまでです。 G パートまでエンド。おお、トータルで70%あります。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はですね、サイドカーマン、はい、あれ進展がありましたんでご報告をいたしたいと思っております。ロケハンした時のバイク、バイクについていたエンブレムを生かしまして、はいはい、これがこのように、これが主人公のエンブレムでございます。レイジっていう、はい、悪の組織の三種結合体の敵役のエンブレムです、はい、胸にエンブレムがついてます。この間ロケハンしたサイドカー、はい、アニメにしております。正面です。かっこいい。背面でございます。はあ、そしてマキヒョン、これ主人公でございます。サイドカーに乗ってるんですね。そうです。 YouTube 見てます？はい、見てますマキヒョンの幼少期でございます。おお、ああ、うん、これはマキヒョンのお父さん。かっこいい。そのお父さん元刑事でございます。主要人物のキャラクターをこのように決めてたんですね。全部あ、すごいですねそれ。いや、ここまですごいとは。これがマキヒョンとお父さんが住んでいたアパートでございますね、はい、先ほど出ましたレイジ敵役のデザインです。岩尾、これはこの間のロケハン行った浜屋っていう食堂にしようと、その浜屋の食堂の頑固親父です。岩尾。そしてヒロインの三岡さんです。シゲさんでございます。悪の総統ドルーグ、うん、すごいっすね。うお、なんかこんな感じです。お、悪の秘密結社みたいな。お、部下いっぱいいるじゃん。部下いっぱいいます。こんな感じのイメージですよと。前回ロケハン行きました、ね、はい、このようにこんな場所でこんなシーンを作りますという資料でございます。ここ定食屋にしようっつったのがこんなデザインです。昔の定食屋をイメージしております。うんうん、浜屋でございます。中です。細かこの定食屋の中に居候するのでバイク置き場が店内にあるという設定になっております、うん、前ロケハンした港を舞台に主人公を立たしてみました。夕焼けですね、最後に見た。これもアニメしましょう。その作ったキャラクターに前回の背景を乗っけてみました。書面に書き起こしただけというか、うん、それがそうですね、まだ結果、うん、紙になってるだけで、うん、実際のものは何も、うん、なんか頑張った感はあるんですけど、うん、はい、出来上がっております。え、なりますか。え、今日、はい、アニメが1位出来上がっております。アニメってことは動画っていうことですか。そうです。マジですか。全部じゃないですよ。はいはいはい。それではアニメサイドカム頭の一部です。スタート号令出したいですか。出す。いいんですか。いいですか。じゃあ二人で出したらどうですか。行きます。最後の5秒前。4、3、
3、2、1、スタートです。おお。ここまでです。あ、すごいですね。ちょっとこれ全然想像以上ですね。そうですか。マジで想像以上ですね。行きましたよね、この港。この港です、はい、でここで、はい、マキオがチンピラたちに絡まれていると。行ってました。ここが出会いの地。ファーストラップここから始めたんです。ハッと買い物帰り気づいて、ここで揉めているマキオを見つけ て。でも見つける時に佇んでるだけだと見つけられないから、チンピラに絡まれていると、はいはい、私言っておりました、はい、それがアニメになりました。あそこで町のチンピラに絡まれてるとどうですかね。買い物帰りのミヨコが主人公発見するシーンです。いや、ちょっとこれマジで想像以上ですね。パラパラ漫画的なぐらいかなと。違います、フルアニメ。フルアニメこれあの頭5秒5秒なんで13秒です。あ、でも13秒ってすごいですね。ヒマラヤでダウンした前川さんが特に13秒短くねって言うと思ったら違うんですね。そうですね。いや、もうリアルに13秒こういうのを作るってすごいことじゃないですか。これでもちょっと見たいですね。あ、そうですか。これは見たいですね。頭どう思いました。いや、これすごい。捕まれました。捕まれましたね。美代子から。あ、そうですか。はい、美代子ちゃん可愛いですね。で、あと声優さん。声優どういうイメージなんですか、美代子の声優は。何もないんですけどね。ただでやってくれる人募集中ですよ。節約0円アニメというタイトルでやらせてもらってるんですけど、本当に0円なんで、まだまだこの後続きます。こうご期待でございます。それではまた、シャープ60でお会いしましょう。あ、ちなみにね、サメ生活はシャープ60で終わりですから、2年半かかりました。次回マンバーサスサメ編、ついに完結。皆様ぜひご視聴お願いいたします。